2015年6月8日、韓国ニューシスによると、韓国のパク・クネ大統領は、中東呼吸器症候群 MERS 対策に関連し、迅速な決定の必要性を強調した上で、対策本部の専門家に全権を委ねる方針を明らかにした。パク大統領は、8日午後、政府ソウル庁舎に設けられた反政府 MERS 対策支援本部を訪れ、このように時々刻々と変わる状況にあっては、対策本部の専門家らが全権を持つ必要があるとした。また、自宅隔離者に対する1対1の専任性が徹底されていないとの指摘があるとし、政府行政自治部は地方自治体と協力し、現場でなぜこのような事態となっているか徹底して点検すべきと注文を出した。MERS の問題収束がなかなか見られない中、野党などからは、朴大統領が今月中旬に予定している訪米を取りやめるべきとの声も上がっているが、大統領府は、訪米の予定変更はないとしている。これについて、韓国のネットユーザーからは、反発の声が数多く寄せられている。今さら、毎回遅すぎる対象に。MERS がいつ発生したと思ってるの？ここへ来てまたコメディーをやってる。もうちょっと急がないと。今や全国がパニック状態ですよ。韓国でこんな目に遭うとは思わなかった。もう疲れた。情けないという気持ちだけ。いちいち指摘するのも面倒だ。もし戦争が起きたら、ソウルが陥落してから宣戦布告するだろうな。大統領より総理市長の方がマシという韓国の悲しい現実。全権を与えて自分は米国に行くってことか。全権をあげるから米国に行ってる間に処理してね。今日はどんな韓服を着ていこうかな。いっそ大統領職も専門家に全権を渡したらダメかな。専門家がものすごく好きなお姫様。まず保健福祉部の長官にちゃんとした専門家を選ぶべきだった。